49イン、トンネル49イントンネルは、石川県加賀市山中温泉のトンネルである。2000年9月完成、1 4 3 6トル超。温泉街から49イン町に至る、完成時、石川県内に終始する最長の県道である、石川県道39号山中意接線のトンネル。トンネル内の工程はほぼ中央で一旦高くなっており、 どちらの入り口からも一旦途半となり、その後下り坂となる。特に温泉街に向かう場合、急な下り坂で一気に温泉街に入るので自動車の場合、速度に注意を要する。両側面の歩道は自転車兼用で一段高く、柵付きで安全。温泉街と、旧、東谷奥村間の黒谷峠の旧、49イントンネルの代替となり、 トンネル出口から大正寺川の白鷺大橋を渡り切り温泉街の北端までわずか約100メートルと短縮された。小松空港、奈田寺、山城温泉から山中温泉へのアクセスは峠の旧トンネルまで登らず近距離で便利となったが山城温泉地区からトンネル付近まで道路の一部は幅が狭い。このトンネルと白鷺大橋によって そばの旧道の黒谷橋は今も観光客の散歩コースする線形の北端の役目を担っている。四十九院とは奈良時代、聖武天皇が浄瑠璃の世界の実現を願い山中温泉海湯の足跡を残す僧行基に混流を任せた機内四十九院にちなみ村の名としたとされる。奥の細道の松尾芭蕉と河合空の二人は、 山中温泉で別れ、空は大正寺川に沿って大正寺へ、場所は金沢の廃人、立花北氏と二人で黒谷橋を渡り、黒谷峠を越え、那田寺山系後、小松に戻った。四十九院とは、デジタル大事線2009年12月22日閲覧。ありがとうございます。